サイエンスメカニクス誌に掲載されたパントガン量の様子パントガンは19世紀から20世紀初頭にかけて商業狩量のために使われた大型の散弾銃である。一度の射撃で大量の水鳥を撃ち落とすために開発された。パントガンの標準を定める量子パントガンは特注設計された一品ものが多かったため、その性能やデザインの幅も広かったが、 光景はしばしば2インチ以上で一度に発射される三段の重量は1ポンドを超えることもあった。また一度の射撃で水上にいる水鳥を50倍以上撃ち落とすことができた。非常に大型で反動も強く射撃のためには平底船に据え付ける必要があった。パントガンという故障はこの使用法に由来する。漁師は標的となる。 水鳥の群れを驚かせないように、船竿やオールを用いて静かに船を進めなければならない。通常、パントガンは船底に固定されているため、照準を定めるには船自体を動かす必要があった。射撃時の反動で船が数インチほど後退することもあったと言われている。効率的に漁を行うべく、10隻程度のパントガン船による船団が組まれることもあった。 人間とパントガンの比較アメリカ合衆国ではパントガン量による乱獲が水鳥の大幅な減少を招いたため1860年代までに大部分の州で禁止領具に指定された1900年の霊糸ーー法では狩猟肉の習慣移動が禁止され1918年に定められた一連の連邦法において商業狩猟が完全に違法化された イギリスで1995年に行われた調査によれば50兆程度のパントガンが依然として使用されていた。イギリスにおいてはパントガンの口径は1.75インチ、11、8ポンドと法的に制限されている。1897年のビクトリア女王のダイヤモンド、ジュビリー以来、リンカンシャーカウビットのカウビットウォッシュにて行われる大冠式や記念祭においては、 祝砲としてパントガンの射撃が行われている。エリザベス2世女王のダイヤモンドジュビリーでは21丁のパントガンが祝砲として用いられ、1丁ずつ順に射撃を行った後、21丁の一斉射撃が行われた。ありがとうございます。